名域鉄道デボ600系電車。名域鉄道デボ600系電車。名義鉄道デボ600型電車は、現、名古屋鉄道、名鉄の前身事業者の一つである旧、名古屋鉄道が導入した1500系電車のうち、1519から1525の7両について、旧、名古屋鉄道の後ろ身である名域鉄道当時の1935年、昭和5年に実施された、 形式称号改定に際して付与された形式区分である。デボ600型に区分された7両は、1925年、大正14年に製造された二軸ボギー構造を採用した木造車体の電車、制御電動車で、先行して落成した1500系1501から1518、後の名記デボ300系、デボ50系及び、デボ400系。 デボ450系と同様に、軍部線と、通称される、鉄道線区間に導入された。1500系1511から1518に次ぐ、造備車として、1925年、大正14年8月から同年11月にかけて1519から1525の7両が、名古屋電車製作所において申請された。木造20屋根。 ダブルルーフ構造の車体は1511から1518と同様であるが、側面窓配置が変更されるなど、一部設計変更が加えられた。主要機器については1511から1518と同じく、イングリッシュエレクトリック製の機種を採用するが、主電動機を従来の1両あたり2機搭載から4機搭載に増強して、出力向上及び、 動力性能の向きを測った。1519から1525にて確立された主要機器の使用は1500型に次いで導入されたレボ650系のほか、旧名古屋鉄道発の構成者であるデセホ700系、デセホ750型にも継承された。また、1521以降の5両は落成当初より終電装置としてパンタグラフを旧 名古屋鉄道の在籍車両において、初めて採用した点も特筆される。旧名古屋鉄道が、美の電気軌道との合併を期に1930年、昭和5年9月に社名を、名域鉄道と解消した後に実施された、形式称号改定に際しては、1519から1525はデボ600系601から607と、形式称号及び、記号番号を改めた。 さらに現、名古屋鉄道、名鉄成立後にはも600系、初代と、車両番号はそのままに、形式称号のみを改め、1966年、昭和41年まで運用された。なお、も600系、初代が搭載した、台車、使用機器は、廃車後に制御車、区2330系、元も910系へ転用され、 同形式の再電動車化に際して用いられた。全長14メートル級の屋根部をダブルルーフ構造とした木造車体を備える。運転台を前後つま面に設けた両運転台構造とし、つま面は大きな円弧を描く。丸つま形状で3枚の前面窓を均等配置し、つま面裾部には連結器取付座を兼ねた大枠橋量が露出する。 側面に3箇所設けられた客用扉は先行して導入された1511から1518と同様に両端部の扉が両階構造の引き扉で中央部の扉のみ片開け構造の引き扉である。ただし1519から1525においては両端扉の戸袋部に戸袋窓が設置され、 車体中央側と袋窓については、楕円形の丸窓とした点が異なる。各客用扉間には、丸窓のほか5枚の側面窓を配置。側面窓配置は 1DE5D5ED1D、客用扉 E、丸窓とである。その他、二重や昆布の両脇に設置される、通風機、ベンチレーターが、従来の水雷から、ガーランド型に改良されている。 主要機器は前述の通りイングリッシュエレクトリックの製品を採用。制御装置は同社の前身事業者の一つであるが開発したデッカーシステムと通称される電動化無軸式自動加速制御を採用した。主電動機は同じく EE、e、製の定格出力 70PS の直流直巻電動機を1両あたり4機搭載した。 制動装置については先行導入された1501から1518において採用されたゼネラルエレクトリック製の GE 非常直通ブレーキではなくウェスティングハウスウェアブレーキ製の SME 非常直通ブレーキを採用した。台車は1511から1518において採用されたボールドウィンロコモティブワークス製の ボールドウィン型台車を設計の基本として、住友製鋼所、後の住友金属工業が模倣製造した ST-2 工組み立て形ツリア医療式台車を装着する。終電装置は1519.1520の2両は、トロリーポールを屋根状に前後各1機搭載して落成したが、1521から1525の個両は、 屋根城前後のトロリーポールの他や値上がり中央部に、菱形パンタグラフを一機搭載で落成した。1519.1520についても、落成後間もなく、パンタグラフが追加搭載された。導入後は、軍部線と総称される、各路線において運用され、明域鉄道成立後に実施された、形式称号改定に際しては、 1519から1525はデボ600系601から607と新たな形式称号をび記号番号が付与された。後年、両階構造であった両端部の客用扉を中央部の客用扉と同じく片開け構造に改め、さらに時期は不明ながら後年丸窓の埋め込み撤去が実施されて、側面配置は 1D5D5D1 となり、デボ400系。 9500系1511から1518との車体外環状の際は屋根上ベンチレーターの相違程度となった。明記鉄道と愛知電気鉄道の対等合併による、現、名古屋鉄道、名鉄成立後の1941年、昭和16年2月に実施された、形式称号改定に際しては、レボ600型はも600系、初代601から607と、 車両番号はそのままに、形式称号のみを改めた。太平洋戦争末期から終戦直後にかけて、も602は戦災によって、も603も604は事故によってそれぞれ車体を消失し、いずれも原型に近い木造車体を申請して復旧されたが、同産量は屋根部構造が原型のダブルルーフからシングルルーフ、丸屋根へ改められた。 1948年、昭和23年5月に、河川電圧が600ボルト規格であった旧、名古屋鉄道、名機鉄道に由来する、西武線に属する各路線のうち、現在の犬山線、津島線及び、名古屋本線の一部に相当する区間の家電圧1500ボルト昇圧が実施された。河川電圧600ボルト仕様の制御電動車で、あったも600系、初代は、 河川電圧6 0 0ト規格のまま損置された、四川区用へ転用され、小牧線、広見線など主に、犬山地区の四川区において運用された。その後、四川区における、河川電圧1 5 0 0ト昇圧工事の完成や、新型車両の導入に伴って、も600系、初代は、順次、瀬戸線へ転属し、広見線の河川電圧1 5 0 0ト昇圧に際して、 余剰となったも607が1965、昭和40年4月に転属したのを最後に、全車とも、瀬戸線へ集約され、道路線の主力車両として運用された。またその間、最後に転属したも607を除くも601、タイも606の6両を対象として、外反に後半を貼り付けて補強する、簡易以降化改造が1961年。 昭和36年から1963年、昭和38年6月にかけて、順次施行された。同時期には、本線系統において、余剰となった、反抗性車体を備える、各形式の瀬戸線への転属による、瀬戸線運用車両の体質改善が進められたが、転属車両の中には3730系、区2730系の申請に際して代車含む、 主要機器を供出するため、車体のみが転属対象となった国1330型が含まれていた。この国1330系の車体と、瀬戸線所属の木造電動車としては最晩年まで、残存したも600系、初代の台車、主機器を組み合わせても900型として導入することとし、瀬戸線在籍車両の全面交代化の方針が策定された。 この一連の改造に際して、唯一間以降退化改造を施行されなかったも607月1965年、昭和40年8月24日付で除籍となったことを皮切りに、以降区2330系の本線系統からの、転属、整備入場に際し台車、主要機器を供出する目的でも600系、初代の廃車が順次進行した。 そして1966年、昭和41年3月22日付のも605の助籍席をもって、名古屋鉄道1519の1525として導入された車両群は全廃なった。なお、区2330系2337への危機器転用が予定されたも607の主要機器のうち、 ST-2 台車のみは一旦も 750K751 へ転用され、も751が、従来装着した台車は 3730K、92730K の申請に際して用いられた。その後区2337がも 900K901、2台として導入された際、も751から、 再び ST-2 台車を転用して装着し、モ751は、エビセン系統への転属に際して、台車を含む主要機器換装が実施されたモ757より、発生た台車を装着するという、複雑な台車振り替えが実施されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。